さあやっていきましょうか。前回からちょっと取り逃しがあったところ少しだけやってたので、仲間も今回はいます。行くぜ。もしかしたらそう反応いい人は、あ、ちょっと待って、燃やした方がいいと思う。あ、ソードがいるから大丈夫か。燃やした方がいいのかな。切るのと燃やすとでは少し違ったりします。なんだこいつ、硬い氷か。炎をもらっといた方がいいかな。こんだけ炎を要求するということは、私自らが炎を吐かせてもらおう。おお氷、今なんかそっちになかったっけ。気のせい、氷や。さあ、おやおやおや、氷か、熱かろう。気をつけて気をつけて。にしてもここはなんか壊せるオブジェが多いこと、なんでこんなに。気をつけて、いてててあー、ちょっと自分がどこにいるのかを見失う。よよい、仲間仲間、オッケーオッケーオッケー。今回じゃあブレイドさんお別れだ。じゃあ一応回復しておきましょうか。でこれさ、炎と氷が合わさって最強とかはなさそうかな。なさそう。よし、じゃあ行こうか。今度は炎か。よし、弱点属性さえあれば簡単に進めるよって感じですね。うん、おお、あ、プレスされるのか。おお、穏やかじゃないですね。あ、先に進めるわけでもない。あいつはなんであそこにへばりついてんだろうね。さあこの中に当たりが1個混ぜられる可能性が高いぜ。おお、終わりか。これ上に部屋とかない、ない。意外とすんなり解放されましたね。あー、お、どういうことだ。ちょっと待ってくれ。通った先に何かあるのか。ないじゃん、驚かせやがって。でもこのギミックは後々使うことになるかもしれない。意外と早い段階でね。あー、下にあるものが見えるぐらいか。思ったより単純な感じですね。よし、うるさい。さあ道を照らしておくれ。で私が攻撃するとかえって邪魔なのか。これそっちはどうでもいい。こちら、あ、上からやらないとダメなのか。マジです。で、ここを燃やしてやると、扉。ん？じゃあ、ポンセと別れ。で、おー。これどうすればいい？ここにあんだよな。これでここは回収できないのか。頼む、間に合わせてくれ。よし、 OK。 炎なかったっけ。取ってこないとダメだったんですね。ダメージを受けるかどうかも試したいので乗っておこう。食らったぜ。外れか。まあ必須だじゃないからこそこんな感じなのか。どうしようかな。じゃあちょっと、ほいっと。で私も棒を使わせてもらおう。氷くれ。よし行こう。
デッド、いてつけい、おいや、よいしょ、これトゲがこんにちはするとその場で、おっと、よし、リーチが長いから凍らせやすいですね。にしてもスティックすごい使わせてくれるけど、これが今回の推しですかね。うわ、しまった、生きて、よしよしよし、練習しておこうぜ。おお、ここか。そろそろこの中に大きいジグソを混ぜてきたりとかないかな。え、おいおいおい、そういうことするかよ。うい、炎か。あ、窓ちゃん、パラソル使うかな。じゃあボンカースと別れ行こうか。窓ちゃん少しずつ上がってきているのか。ならばちょっと時間的な余裕を確保するためにも多少なり急いでおいた方がいいでしょう。時間制限があるとギミック焦らなきゃいけないからの、おい、ありゃいやいや、またいる。でもそいつは無視できる、無視できる敵は無視して急いで上行って、ゴールだと見落とし、マジか。カメラちょっと動いてない、気のせいでした、マジか、普通に見落とした、拾ってないっすね。おおおお、死ぬ、もしかして急いで来すぎた可能性もある。これま、後で分かることでしょう。やばよ。さ、ミニゲームのお時間だ。ここだぜ、もうミスらない、ギリギリじゃねえか。かわいい。さ、ジグソー埋めますか。うん、しかしクラッコにしてはトゲがない。いや、いつも丸くなったんだな。うん、いつでも撮影自慢しよう、友達に。え、撮影しといたわ。じゃあ、はい、誰に自慢しよっかな。行くぜ。これさ、左とか怪しくない。なんかすげえ背景撮ってる気がするんですけど、気のせいでござった。おいや、仮面も一応、あれ、仮面は復活しないのか。さ、どんどん行きましょう。おお、ここは何ぞや。さ、ギミックの時間だ。あっちか、時間がねえぞ、間違えた、時間ねえっつってんのに。あれ、もう間に合ってない、あいつどこ行ったんだ。まだ生きてんの、生きてる生きてる、あいつはまだ死んでない。さ、気を取り直してもう一回だ、挑むぜ。これジャンプになってしまうんだよな、それダメだぜ。これでいいのかよ。かわいそうだな。まあ仕方ね、これもピースのためよ。ワドちゃん、ワドちゃんじゃないわ、間違えたわ、勝手にワドちゃんのせいにしちゃいけない。でもエフェクトで今回は犯人がわかるぞ。でもワドちゃんにも炎をつけといた方が攻撃の火力が、あぶね、プレスされるかと思った。さあ、分けますか。あ、そうか、え、水、あ、君水持ってんの、
あそこにはウィップ、ちょっとこの後見てくる。パラソルと雲か、まあ、これでいいんじゃないかな今回は。なんかある？ないよね。さて何が来る？雲だよね。トゲ生える？トゲ生えた。やっぱグラッコか。丸くなったと思ったんだけどね。普通にトゲあるわ。あらあらあら。うわ、おなじみの攻撃だぜこれ。いででででせわ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 せ。どうすればいい、どうすればいい、どうすればいい。おお、もう終わりそうなんだけど。終わっちゃったよ。ゴリ押しで終わってしまうぜ。まあか、え、勝手に終わったけど、もしかしてまだ終わってない。増えた。うわ、ツインクラッコブラザー、気をつけて。え、アイアイパラソル、マジかよ。マジで、マジかよ。ワドちゃん大活躍じゃん。はよ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 、ありがとうよワドちゃん。こういうのもあんだね。もうすぐ終わりそう。これどういう、攻めろ攻めろ攻めろ、やばいやばいやばい。おーおおお、気をつけて。あかん、これどうやって避ける。おお、私一人。これ二人まとめて攻撃とかできたら早いんでしょうね。くっ、くぐってけ。よしよしよし、あいだいだ、死ぬ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 。おお、ここセーフなんだ。オッケー、すげえ範囲広いけど、まあ慣れたら簡単なパターンだとは思う。ゼロ的なね。しかし全回復するのさ。いや、ワドちゃんのあの傘が対応してるのに驚きですね。これむしろ4人より1人の方が戦いやすそうだな。さあ、いよいよラストかな、これ神聖ドルームアーツ行きましょう。なんかあの幹部の人たちと戦っていくかと思ったけど、まだ一人としか戦ってないですね。まあいいでしょう、行くぜ。スイカ違うか、普通に溶岩だよね。スイカに見えて、ウィー、水。そういえば水と氷ってなんかあるんでしたっけ。試す時が来たな。熱っ、ゼロだったら即死だったぞ。危ねえ。よいしょ、これであったよな、水と氷。アイシクランス来た、特殊技能か。そうでもないの、勘違いしてんのかな、これ違うのか。まあいいや、冷やせるわけでもない。おお、なるほど、これ待ちましょうかしばらく。もういいものがもらえるわけでも。ここで改めて表記が違うね、こうしてみると。なんか別の条件なんでしょう。攻撃してる時に横槍入れてかやる感じの、うん、これしてる時に氷をなんか重ねてくれたら、なんか氷の矢として飛んでいくみたいな、そんな感じじゃないかね。君使う、持っていこう、置いていくぜ。俺も自分の身がちょっと心配なんでね。でもこれ壊れた後じゃないと取れないような場所もありそう。来たぜ、お邪魔します。ついやっちまったが、お、撃てるね。おお、あれどうする、あ、フレンズ能力
倒しちまったんですが、復活しようと思ったら空高く飛べば消せ、新しく呼びたいんだけど無理か、画面外に行けないから無理ですね、撮り直しって思ったけど、風じゃないとそうか、多分重すぎて無理なんでしょうね。よし行ってこい、ホウキンカーリー、おお美しい、素晴らしいよ、しかしまあそんないいものはもらえないね、そんな気はしてたぜ。さあ次行きましょう、おっと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 、でもこれウォーターで結構使い勝手いいですよね。これ攻撃っていうかあれか、床じゃないんだね扱いとして。これなんだ、なぜそんな高いところに敵がいた、何かあるのか、お、いただき、お裾分け、よし、お、またしても、今つけて出てたよね、さっきのは何だったんだ、あまあいいでしょう、行ってこい、何かあるのは分かった、ただまだ早いな、いろいろ見たくない情報まで見てしまいそうでね、まずはエンディングまではやりきりましょうや、よいしょ、さてさてエクストラステージがオープン、それはいいとして、それよりもあれだ、ジグソーだ、行くぜ、波に乗るぞい、ノリノリぞい、行くぞい、こういうちょっと右が空洞あるところってなんか奥に行けるんじゃねえかと思ってしまうんだけど、このゲームにおいては行けた試しがない、よいしょ、じゃあワードちゃんバイバイ、ごめんねー、お岩がいっぱい、しかししかし水をこうやって打っとけばね勝手に終わるのよ、骨もなんかあったりしないか、ないわ、お金、うわ川崎だ、しかもダークなカラーリングだぜ、お玉すっげえやばい、投げ技だからあれ、敵に回してもなかなかいい、おー厄介だねこいつ、やばいやばい、あこれでもダメなの、助けて、オッケー、行くぜ川崎、力を貸せ、よし私も入ろう、入れてもらえなかったぜ、よし二項見プレイ、お一人様、さて次行こうか、川崎定期的に来てくれるな、頼れるぜ、まあ、川崎は頼れる時と頼れない時の差が激しい印象なので、今のうちに使っておこうか、お、ミッケー普通に落ちてた、優しい、ちょ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 、お階段があるけど素直に利用しないのが私の、おおやっぱ何もなかったぜ、頑張ってみんな頑張って、これゴールじゃね、もしかしてもう、おお川崎かわいそうに、さあ恒例のゴールゲームですが、もう失敗の余地はある、でもこっちの方が早いんだよな、まあピースもらえないのは痛いですが、最終的にピースって勝手に埋まってそうなんでね。